シングルマザーで高校生の子供が一人います。実家に住んでいて父は上級国民ですが、働いている姿を子供見せたくて総合病院で看護師をしていました。3ヶ月前突然うつになり、職場はしっかり直して戻ってきてると大丈夫と言ってくれてます。復職支援プログラムもあります。じゃあそこまでして働かなくてもいいと言ってくれます。私も貯金は1500万円はあります。今きつくて仕事に戻る気がしません。父に甘えた方がいいですか。はい。総合病院看護師の仕事は楽しかったです。アドバイスお願いします。病気を治して戻ってください。一生働かなくていいよって話じゃなくて、まずうつ病になったのであればうつ病を治してください。でうつ病を治した後に働いて普通にお母さん働いてるよっていうのを子供見せてください。はい。そのうつ病を抱えながら働くっていうのを見せちゃうと、その子供も自分がうつ病になった時にうつ病でも働かなきゃいけないんだって誤解をしてしまうと思うんですよね。なので自分が健康じゃなかったら働く必要ないし、健康な時に働いた方がみんなに迷惑をかけないし成果も上がるよねっていうので、なので健康になるって大事だよねっていうのを教えればいいんじゃないかなと思います。